はい、どうも、ライです。どうも、変な親父です。はい、というわけで今回の動画はショーのぶっちゃけ評価、こちらについて話していきましょう。いや、ショーの復刻決まりましたね、バージョン 3.4 で。はい、まあ今回のバージョン 3.4 で風元素アタッカーのショーが復刻するので、長所や短所、生物や武器について、そして引くべきかどうかなど、いろいろとね、親父さんとぶっちゃけながら話していきたいと思います。わかりました。ということで、じゃあまずはショーのキャラ概要から見ていきましょうか。はい。はい、ショーは風元素の槍キャラで、主な役割がアタッカー。元素爆発を発動後に通常攻撃や落下攻撃が強化される爆発型のアタッカーですね。はい。原神では珍しい風元素プラス落下攻撃を主軸としたアタッカーキャラということで。そうですね。結構、初登場した時は本当に新鮮で、なんだこのキャラって感じでね、ワクワクしてましたね、みんな。うん。まあ、落下攻撃を主軸にしてるっていう、結構癖の強いアタッカーでもあるので。ね、結構画面がこう動くので、最初は慣れるのにね、苦労しましたね。まあなので、惑星が強い分、長所短所もね、結構はっきり分かれてると思うので、そんなショーの長所短所について、まずは話していきましょう。はい。どうでしょう、ワイルさん的に。まあとりあえず、なんだろう、長所としては、火力に関しては無凸で完成されてるってところが、本当にいいところかなと思いますね。そうだね。確かに、ショーは凸が進んでも、火力が上がる能力がない。うん、まあ、テンプのレベルが上がるぐらいなんで、スキルと爆発の。うん、で、ボス戦とかに関してはもう本当に無凸ショーとほぼ変わらない立ち回りなので、うんうんうん、まあ、火力もほぼ変わらないので、そう考えると無凸でもね、めちゃくちゃ火力出るっていうのがいいところかなと思います。うん、まあ、後ほど話すと思うけど、貫突はね、相当化け物なんですけど、まあ、基本的には無凸で何の問題もないアタッカーなんで、うん、本当に。そうですね、うん。まあ結構ね、他のキャラだとおすすめ1突2突みたいな感じだと思うんだけど、ショーの場合はおすすめ貫突だから。そうだね。まあ1突か貫突かって感じだもんね、本当は、うん。ちょっと2突4突がね、まあ限定キャラにしてはちょっと弱すぎるかなって感じが。お、ぶっちゃけていきますね。うん、まあそこがね、短所だね。うん。はい、ということで、まあ他にもね、ショーの長所としては、シンプルに使ってて楽しいね、このキャラは。そうね、うん。なんか、とりあえず、もう爆発さえ溜まれば、もうこっちのもんって感じで。うん。戦闘スタイルがめちゃくちゃスタイリッシュだから、アタッカーの中でも、見た目が派手なのはそうだし、細かいテクニックも多いんだよね。火力を上げるための。そうそうそう。いろんなね、その、ショーを使っていく上で、いろんなそのコンボとか、あと、立ち回りとかもね、あったりするんで、うん、まあそこをしっかり慣れていくと、めちゃくちゃ強いですね。うん。だから使いこなせるようになればなるほど強い。っていうのが、人によってはね、かなり使ってて楽しいキャラになるんじゃないかなと思います。使い心地ね、めちゃくちゃいいんで。あとやっぱ、爆発アタッカーっていう縛りがある分、シンプルに火力が高いアタッカーの中でも。そうですね。まあ、しかも、もう自称してまで、もう火力を出すって感じのキャラなので、もう火力は保証されてる、本当に、はい。で、スキルもね、かなり使いやすくて、まあ、かなりそのスキルをした瞬間ね、超高速で突進をしていくので、まあ、探索でもね、便利だし、空中に浮いてる間にもね、出したりする結構便利なスキルなので、まあ、戦闘でも探索でも使えるのがいいところですね。このアタッカーでありながら探索でも便利っていうのが、結構長所としてでかいと思うんだよね、ショーの。でかいっすね、本当に。そのスキルで移動が便利なのはもちろんだし、風共鳴も発動しやすい。で、しかもおまけ固有テンプで崖登りの消費スタミナ軽減能力もあると。普通に探索パーティーとしてね、使うことも多いので、ショーは。探索でも、戦闘でもね、活躍してくれますですね。そんな長所がたくさんあるキャラクターではあるんですが、まあ、癖が強いということは短所もしっかりあるので、まあ目立った短所もちょくちょくありますよね。うん、まあ、まず一つ目としては、まあ、爆発アタッカーなんで、どうしても戦闘のたびに爆発を貯めるのが面倒ですね。そうですね、やっぱ、うん、まあ、使ってるとわかるんですけど、その爆発切れたらもうかなりね、火力ダウンしちゃうので、であんまりね、爆発の回転もその良くなくて、まあその理由が爆発発動中ね、そのスキル当てても粒子生成しないっていう縛りがあるので。そうなんだよね、結構爆発がたまらないのがね、難しいところで、まあそこをいかにその試行錯誤してどうにかするってのが、うん、まあ、パーティーを組んでいく上で、まあ、必要な部分になってくる。70族で結構重めだし、ちゃんとね、パーティーでこのショーの元素爆発をためやすくなるように補ってあげるのが大切になってくるかな。そうですね、なので、ね、今の環境で言うとやっぱファルザンとか、うんうんうん、そういうキャラ入れて、まあ、風の粒子生成させて、まあ、爆発をどんどん回したりとかっていう必要が出てきますね。ちょっと長所の話に戻っちゃうんだけど、そのファルザンが実装されたのめちゃくちゃでかいよね。はい、ああ、そうね、うん。もう普通になんか落下攻撃、なんか10万とか12万とかパーティーで出しちゃったりするんで、そうそうそう、めちゃくちゃ気持ちいいです。
落下攻撃一発でとんでもない火力出るから、もうファルタンと組み合わせた時の火力が凄まじい、うん、とにかく。そうっすね。なので、まあ、ここはもう本当に長所の、うちの長所っすね。ファルザンと組み合わせて火力出せるっていうのは。やっぱね、ファルザンが風元素専用サポーターだから、今までね、ショーは結構相性のいいサポートキャラ少なかったんだけど、ファルザンが実装されたっていうのは、ショーにとってはかなり追い風になったんじゃないかなと思います。いやもう、ショー様勝ち勢はね、大歓喜っすよ。本当に。マジで使いやすくなったんで、念願の風特化バッファーですからね。はい。なんか前まではその爆発発動して、その爆発発動期間中に倒しきれないこともちょくちょくあったんですけど、ファルザン加えることによってほとんどのボスはもう爆発撃ったらもう倒しきれるっていうぐらい軽く出せれるようになったんで本当にお気に入りです。一つでそんだけボスに対して軽く出せるのやばいよな、普通に。やばい、本当にめちゃくちゃ強いです。やばいっす。ちょっとまた短所の話に戻るんですけど、何か短所他にありますか？そうですね、まあでも主なそのデメリットっていうか短所が、その爆発回らないところくらいなのと、うんうんうん、あとはその自傷するのでやっぱりシールドとか、うんうんうん、あとは回復キャラはちょくちょく必要な部分になってくるのが、と立ち回る上で、まあ、パーティー組む上でちょっと必須になってきますね。防御能力を持ったキャラは確かにショー使うんだったら欲しいね。まあ基本シールドキャラがいたらそこら辺はどうにかなるけど、やっぱりその自傷すると、うんうんうん、シールド効果切れた時に被弾した瞬間にね、やられちゃったりとかってのもあったりするんで、ショー使うならやっぱ勝利かディオナかレイラか、あとはユカヒとか、そうだね、合わせてあげるのが大切になってくるかな。はい。あと一つ、まあ、さっきも言ったけど短所のうちだと突効果が結構特殊というか、うん、まあ、状況次第だとあまり、うん、突効果が意味ないってところがちょっと短所なところかな。2突4突が、まあ、若干地味なのと、3突が、敵が2体以上いないと発動しないので。そうなんですよね、うん、なので、まあ、基本的に1突してればもうほぼ完成といっても間違いない。1突がね、スキルが3回使えるようになるから、ショーの中では一番おすすめかな。そう、この3回あるかないかでなんか倒せる倒せないがね、結構か、うん、決まったりするので、結構この1突効果は大きいです。あとシンプルにスキルがたくさん使えると爆発がためやすくなるので短所も補えます。基本的にショーで立ち回る場合はスキル3回発動して爆発を打つと、まあ、割と爆発が回りやすくなるっていうね、うんうん、立ち回り方があるので、それができるのでね、一突効果はかなりおすすめです。なるほどです、ありがとうございます。ということでショーはね、癖が強い分短所も多いんだけど、明確な長所が何点もあるから、そこの長所短所がはっきり分かれてるっていうのはショーの魅力でもある部分になってくると思います。うんうん。もう、ショー好きな人はね、その短所も受け入れて、うん、もう短期でね、被弾しないように立ち回ったりとかってするぐらいね、結構火力も出せて、まあ楽しいキャラでもあるので。まあ、アタッカーの中でも、コアなファンが多いキャラな気がしますね。そうですね。うん、もう、極めてる人はもうめちゃくちゃ極めてるので、楽しいことは間違いない。ということで、そんなショーの生物と武器についても軽く触れていこうと思うんですけど、じゃあまずビルド画像こちらということで、はい、まあ、基本的には生物は選択肢たくさんありますよと。そうですね、締め剣、締め縄水力、新車4、砂上4、何でもござれ。まあでも基本的にベストな生物になってくると、その新車4セットがかなり優秀なので、うん、ベストマッチ。はい、まあ落下攻撃で火力出すならもう新車4一択です。まあ、ただ新車は結構厳選が大変なので、厳選してる人がそもそも多分そんなに多くないと思うから、なんならもうショーのための生物って感じですからね。うん、そういう人はまあ締め剣とか締め縄水力で、はい、全然それでも火力出るのでおすすめですね。強いサブオプションついたやつをね、つけてあげるのがおすすめです。まあ、ショーの特徴の一つとしてダメバフに困るキャラではないので。そうですね、基本的に、まあ、締め剣とかで雑に攻撃力盛るだけでも高い火力出せるっていうのは、まあ、地味にショーの長所でもあるのかな。なんなら砂上4セットはちょっとダメバフ過剰になっちゃうぐらい攻撃力が必要なキャラになってくるので、まあ、締め縄剣闘士とか、まあ、新車4セットでね、攻撃力をどんどん上げていくのがおすすめなキャラクターです。はい。で、生物のメインオプションに関しては、時計部分が攻撃力、杯が、攻撃力もしくは風元素バフ、冠部分が回心率もしくは回心ダメージっていう感じで。そうですね。まあ武器によってそこら辺は変わったりするので。うん、まあ、さっきも言った通り、結構ショーは攻撃力不足になりがちなんで。で、ダメバフに困るキャラでもないから、まあそれこそさっき言ってた、砂上4とか持たせる場合は、杯部分が攻撃力になってくると思います。はい。デブスに関してはだいたいそんな感じですかね。そうですね。で、武器に関してはどうでしょう、小枝さん的に。まあ、武器は、まあ、星5で言うと有名なのが、まあ、モチーフ武器の和白炎かな。うんうんうん。で、和白炎と、あとはゴマの杖とか。基本その2つがちょっと頭1つ抜けてるよね、ショーの武器の中で。そうですね。
うん、まあ、星4武器にもその死闘のやりとかもねめちゃくちゃ優秀なので、うんうんうん、気候とかでもしその武器持っていたら、まあ、死闘の槍をね装備して戦っても全然活躍してくれるのでおすすめです。まあ、基本的にはやっぱ小アタッカーなので回心率とか、まあ、攻撃力とかが漏れる武器を持たせてあげましょう。で地味に星4でおすすめな武器もありまして、はいはいはい、それがその清風槍が、なるほど、地味におすすめです。清風槍、実は清風槍って基礎攻撃力が高めなので星5には及ばずともまあまあ攻撃力漏れたりもするし、うんうんうん、で爆発もめちゃくちゃ回るので、確かにさっき言ってた爆発が溜まりづらいっていう短所を清風槍で清風がね補ってくれる。その爆発発動中ってスキル発動しても粒子生成しないんですが、うんうんうん、まあ、清風を装備してるとその回心攻撃すれば粒子を生成してくれる、ね、なるほど、特徴があるので、まあ、それを生かしてよくね短期でやる人は愛用していたりするし、まあ、もちろんね短期じゃなくてもパーティーで小の爆発をどんどん回したい人は清風槍もおすすめです。なんか若干アタッカー武器に比べると火力は落ちちゃうけど、まあ、その分使い勝手面が良くなるから、はい、それこそ探索で小を使う時とかにはめちゃくちゃいいかもしれんね。ああもう普通になんかためらいなく、うん、どんどんね爆発撃てるのでおすすめですね。なるほど。で星5武器に関しては、うんうんうん、今の環境だとそのファルザンの追加で貫突すると回心ダメージが伸びるんですよね。風元素ダメージの、うんうんうん、40% 伸びるのでそれを考慮すると結構和白炎の評価が今高めですね。なるほど、まあ、特に小自身突破ステータスが回心率だから武器と突破ステータスで回心率を持ってあげて、デブツの杯とファルザンで回心ダメージを持ってあげるって形にするとバランスも良くなるし、そうですね、なので、うん、まあ、ちょっとあの武器効果を発動するのに時間はかかるんですけど、まあ、その効果発動して維持ができるなら結構和白炎がかなり強力でおすすめですね今の環境は。まあ、見た目にもめちゃくちゃマッチしてるし、まあ、一応工場武器なんで多分持ってる人もね中にはいると思うから。で、まあ、今回のねそのバージョン 3.4 ではフータオもね復刻されるということで、まあ、ゴマの杖も手に入れる方多いと思うので、ゴマの杖の特徴を言うと和白炎よりもその初動の火力がめちゃくちゃ高いっていうのが、うん、特徴で、まあ、HP が 50% 以下だと攻撃力がねめちゃくちゃ伸びるのでゴマの杖は、で回心ダメージも高いので、まあ、常時火力が高いって感じで買いやすさはナンバーワン。まあ、小自身実証があるからゴマの杖の効果も発動しやすいし、突破ステータスが回心率だし、小自身が攻撃力欲しいキャラっていうことでいろいろねゴマの杖はマッチしてるんで、なのでまあどっちも良さがあるので和白炎とゴマは、うん、まあ、好きな方を使っていけばいいと思います。今の環境はね、はい、特に。じゃあお次は武突評価と貫突評価についてなんですけど、はい、まあ、ちょっとねここはぶっちゃけていきたいところなので、まず、まあ、イーランを星5つとすると章のガチャ優先度武突と貫突はどんな感じになると思いますか。あ、イエランが星5ね。まあ武突章はそうだね、まあ、アタッカーなので結構代用が効くってところも考えると、うん、なんでその章がめちゃくちゃ好きとかじゃない限りは、まあ、星3ですかね。わかる、俺も武突、うん、星3つで貫突だと星4つ、うん、4.5 ぐらいはちょっと言ってもいいぐらい楽しいですね。貫突したら貫突は結構ね、うん、ぶち抜けてるから 4.5 はあるかもしれないね、うん、そんぐらいですかね。なので逆にその貫突じゃなくて5突未満なら同じく、うん、まあ3から 3.5 ぐらいですかね。まあ、大体そんな感じの評価になるかな。はい、まあ、動画がぶっちゃけ評価っていうことで、まあ、あくまでも我々2人の個人的な意見にはなるんですが、はい、はい、まあ、ぶっちゃけ評価なんで、まあ、ぜひねガチャを引く際の参考などにしてみてください。もうとにかくね、まあ、推しキャラ優先でやっていくのが大事ですが、まあ、性能気になる方もね多少いると思うので、まあ、参考になったらなと思いますね。あとワンちゃんがめっちゃ吠えてますね。まあ最後の議題として賞を引くべきかどうかって話をしようと思ってたんだけど、まあそこもさっき話しちゃったから重ね重ねにはなっちゃうんだけど、まあアタッカーだから基本的には賞が推しっていう場合を除いて基本的には無理して引く必要はありません。そうですね、まあ基本アタッカーはもう賞に限らず言えるんですけど、うん、結構この原神というゲームはねサブアタッカーとかサポーターのね評価が高めになるので、まあ基本頑張っても普通か、まあ中の上ぐらいにって感じですね。評価はどうしてもアタッカーは、うん、ただ個人的に賞をおすすめしたい人の特徴としてファルザン貫突してる人はマジでおすすめ。ああ、うん、そうですね、まあ風キャラ特にそのファルザン育成できてたり、まあその締め剣とかねその、
狩り下せる生物とか武器を持ってるなら、まあ一回無凸確保するだけでね、かなり狩り下せるので、まあ風アタッカー興味ある人はね、全然引いてみてもいいと思います。まあ、探索でも便利なキャラクターなんで、ファルザン貫突してる人は、まあちょっとね、優先度上がると思うんで、ぜひね、試しに引いてみてください。はい。ということで、今回は全キャラ育成勢の親父さんと一緒に、ショーのぶっちゃけ評価について話していきました。まあ、ぜひね、ガチャを引く際の参考にしてみてください。はい、それでは今回遊びに来ていただいた親父さんのチャンネルは概要欄の方に貼ってありますので、そちらから貫突ショーの素晴らしい戦闘をね、見てみてください。ぜひぜひ参考にどうぞ。また一緒にね、ツイッターのフォローもしていっていただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。